41光年の距離にあるカニザの連星系である。太陽に似た G 型主系列星と赤色矮星から構成され、二つの天体は1000天文単位以上離れている。2008年までにカニザ55番星 A の周りには5つの太陽系外惑星が発見されている。最も内側の惑星は、海王星に近い質量を持つ岩石惑星かガス惑星。 外側の4つの惑星は、木星のようなガス惑星と考えられている。カニザ55番星は、NASA のテレストリアルプラネットファインダーの100の優先観測目標のうち63番目に選ばれていたが、この計画は中止された。カニザ55番星は、太陽系近傍の構成の一つである。ヒッパルコス衛星の観測によれば、 カニザ55番星への年収しさは79.80ミリ秒で、構成までの距離は12.5%、計算されている。主星の死等級は5.95で、条件が整わないと肉眼での観測は難しい。ものの双眼鏡を用いれば容易に目視できる。晩星は13等級と暗いため観察には、望遠鏡が必要である。カニザ55番星へは、 黄色の主系列性に分類されている。半径、質量、表面温度はいずれも太陽よりやや小さく、高度は6から7割である。変更は全くないか、あってもごく小さいと考えられ、再層の活動も落ち着いている。カニザ55番精鋭には太陽より多くの茂元素が含まれており、例えば鉄の比率は太陽の1.86倍に達している。 そのため、SMR という金属元素の豊富な構成に分類されている。金属量が多い星の進化には不確かな部分が多く、質量や年齢の推定は難しいが、最層の活動に着目した研究では、カニザ55番星の年齢を55億歳と見積もっている。SMR の金属量を説明する仮説として、原子惑星系円盤から元素が、シゲモト 恒星の大気に降り積もったというものがある。このメカニズムが働くと、恒星表面が、シゲモトで汚染され、見かけ上は、多くのシゲモトを含む星になる。恒星表面の大流層が、深部にまで及んでいなければ、表面の金属量のみが高いまま維持される可能性がある。サブミリ波による観測では、カニザ55番精鋭の周りに、ダスト円盤は見つかっていない。 100天文単位以内の領域からの放射は、波長850マイクロメートルで850無純未満と測定されており、恒星の周りに存在するダストの総量は、地球質量の1万分の1以下と考えられている。ただし、小惑星体や、エッジワースカイパーベルトのような小天体群が存在する可能性は皆無ではない。カニザ55番星 b は、 太陽より小さく暗い赤色矮星で、カニザ55番星 A から1065天文単位、離れた場所にある。主星からの距離は大きいが、固有運動を共有しているため、重力によって束縛された番星と推測されている。カニザ55番星 B 自体が2つの星から構成される、連星系であることも示唆されているが、確実なことは分かっていない。 カニザ55番星の惑星と太陽系の軌道の比較。外側の惑星 D は描かれていない。1997年、カニザ55番星 A を光転するホットジュピターが発見された。惑星は、恒星の視線速度の周期的変化を計測する方法によって発見され、光転周期14.7日、加減質量が、木星の78%と計算された。 名称としては、カニザ55番星 B が与えられたが、カニザ55番星 B との混同を避けるために、カニザ55番星アブとも呼ばれている。視線速度の変動には単一の惑星では、説明不能なズレがあり、外部の軌道に別の惑星が存在する可能性があった。1998年、カニザ55番星の周囲に、 ダスト円盤が存在することが報告された。円盤は太陽系からカニザ55番星を見た視線から65度傾いて存在し、半径40天文単位という太陽系のエッジワースカイパーベルトに相当するサイズを持っていた。しかしその後行われた観測では円盤が再確認されることはなく、背景の放射を誤認したものと考えられるようになった。 惑星 B の発見以降もカニザ55番星の観測は続けられていた。2002年には軌道半径5天文単位の惑星の発見が報告され、カニザ55番星 D の名前が与えられた。この惑星の影響を取り除いたところ、恒星の視線速度には以前として43日周期の変動が残っており、第三の惑星の存在が示唆された。 ただし43日という周期は、構成自体の時点周期に近く、2002年の時点では、構成の活動に由来する可能性も除外できなかった。43日周期で公転する存在の不確かな惑星は、カニザ55番星 C と命名された。2004年、カニザ55番整備の内側に、2.8日周期で、 好転する惑星カニザ55番星 E が発見された。この惑星は海王星と同程度の質量を持ち、巨大な岩石惑星か小さなガス惑星かのいずれかだと考えられている。同時にこの発見につながった観測結果を使用して、かねてから存在が疑われていたカニザ55番星 C の実在が確認された。 また、ハッブル宇宙望遠鏡のアストロメトリーによる観測で、最も外側の惑星 D の軌道平面は、地球からカニザ55番星を見た視線から37度、ずれたものであることが、明らかになった。カニザ55番星系の惑星。2005年、観測データを再分析した、アメリカのジャック・ウィズダムは、惑星の存在に対して、疑問を示した。彼の解析によると、 2.8日周期の惑星 E の代わりに261日周期の別の可用性サイズの惑星が存在している可能性があった。その後の2007年、公天周期が260日、質量が土星の半分のカニザ55番星 F が発見され、彼の予言は部分的に的中した。ただし、カニザ55番星 E の存在は否定されなかった。 カニザ55番星 f は、ハビタブルゾーン内に高転軌道を持ち、巨大な岩石の衛星を持っていれば、そこに生命が存在する可能性がある。軌道の安定性の問題から、5つの惑星は、ほぼ同一平面に沿った軌道を運動していると考えられている。視線速度法単独では、惑星の加減質量しか求めることができないが、 ハッブル望遠鏡によるアストロメトリーの観測が正しいとすると惑星の真の質量は影見質量の1.25倍と計算されるカニザ55番星に第6あるいはそれ以上の惑星が存在するならば惑星 F と D の間あるいは D の外側の軌道が安定である F と D の間に位置するケースでは軌道長半径0.9から3.8 天文単位で、軌道離心率は0.4以下と考えられている。仮に、未知の惑星の質量が、地球の50倍以上とすると、軌道共鳴の観点から、公転周期が F、G イコール2、3、G、D イコール1、2、G、D イコール2、3の整数比になる場合に、惑星軌道の安定化が起きる。これらの周期は、 具体的には390日、2600日、3500日に相当する。また、D の外側に存在するケースでは、軌道半径が重点モン単位を超えると安定になる。2008年、カニザ55番星の惑星系に、太陽系に適用されるティティウス棒での法則のような、数学的法則を見出そうという研究が行われた。 すでに発見されている惑星の配置に基づいて予測が行われ、惑星 F と D の中間にあたる半径2.0天文単位の軌道と D の外側の半径15天文単位の軌道、それぞれを周回する惑星の存在が予言された。しかし2009年の時点でこれを裏付ける観測結果は存在しない。また、法則は外側にいくつでも、 惑星の存在を予測できてしまうため、基地の惑星より、外側の惑星の予測には適さないという意見もある。さらに、ティティウス・ボーデの法則の科学的根拠は、未発見で、単なる偶然の産物という可能性もあるため、これに類似した法則を、実際の惑星系に適用することの是非には、議論がある。カニザ55番星には、 アクティブセティの一環としてメッセージが送られている。送信にはユーラシア大陸最大のエウパトリア惑星レーダーが使用された。コズミックコール2と名付けられた電波信号は2003年6月6日に地球を出発し引っ張るコス衛星による距離の測定が正しければ2044年5月に目的地に到達する見込みである。2015年に 国際天文学連合によって太陽系外惑星系の名前の公募と投票が行われた際にこの整形も対象となった。2015年12月15日国際天文学連合よりオランダのアマチュア天文家団体連盟が提案した以下の名称が選定されたことが発表された。ありがとうございます。